25日日本ハム1から3楽天エスコンフィールド北海道試合後に今季限りで引退する日本ハム鍵谷洋平投手34の引退セレモニーが行われた同じ2012年のドラフトで日本ハムに入団したドジャースの大谷翔平選手30がサプライズでビデオメッセージを寄せ鍵谷さんの引退を聞いて悲しいですが 僕ももっと頑張っていきたいという気持ちになっていますとねぎらった。鍵屋は直接引退を報告しておらず、びっくりしたと苦笑。昌平は同期入団の仲間、優勝争いや記録でバタバタしているのに、こうやってメッセージを送ってくれて嬉しいと喜んだ。